はい、どうも翼です。先生、警備員時代定時5時に帰っていた夫の給料について語ります。ただいまね、不要な給与明細書がある方はツイッターにお送りくださいませ。チャンネルフォーム概要欄か説明欄に連絡先載せます。再生数の取れた方はね、詳しくはツイッターをご覧くださいませ。では行きます。ちょっとしてからね、5秒ぐらいしてから移したいなと思います。総支給額が36万5507円ですね。住民税が1万9100円。で、排除金額が8万5446円ですね。で、差し引き支給額が36万円引く8万5000円で、27万7061円ですね。はい、終わります。